米空母セオドア・ルーズベルト打撃群が再び南シナ海へと戻ってきました。中国への台湾領海内での行動に対する抑止力効果を狙ったものです。では詳しく見ていきますね。アジアに米空母が予定数よりも配備となる可能性も出てきた。2021年4月4日、米海軍が空母セオドア・ルーズベルトを含む第9空母打撃群が南シナ海を航行中と発表。特別な任務とのことではなく、通常通りの活動であるとのことだった。セオドア・ルーズベルトは2月にもニミッツを含む第11空母打撃群と南シナ海において共同演習を実施していて、南シナ海を航行するのは今年になって2回目のことである。セオドア・ルーズベルトが2月に続いて再び南シナ海に入ったのは、海軍によれば特別なことではないとされているが、現在台湾近海を航行中と思われる中国空母遼寧を意識してのことではないかと指摘する声がある。その米海軍であるが、近年における中国との対立がより深刻化していることを踏まえて、現在世界規模で展開している米海軍すべての構成から担当地域の分担までを含めた編成替えを検討しているという。4月5日に米海軍のギルティ作戦部長が語ったところによると、現在、インド太平洋地域を第7艦隊が担当している地域の変更があるかもしれないとのことである。第7艦隊は、横須賀を母港とするロナルド・レーガンの第5空母打撃群を含む強力な艦隊で、担当地域はハワイ近海の日付変更線からインド洋までと非常に広大である。しかしながら、近年、この地域では、これまでの北朝鮮への警戒に加えて、中国海軍の強引な海洋進出によって、東シナ海、南シナ海における情勢が、緊張の度合いを増している。そして、それだけでなく、中国による台湾侵攻の可能性が高まりつつあって、第7艦隊のロナルド・レーガン1隻のみで対応することが難しくなっており、米海軍内でも第7艦隊の負担増を心配する声が上がっていた。そのため、米海軍は第2から第7までの艦隊体制を敷いて全世界をカバーしている現状を見直して第7艦隊の負担を軽減するべく検討を始めたのである。ギルティ作戦部長は、現在、全海軍の体制を見直しているが、中でも、インド太平洋地域の情勢を詳細に分析しており、この地域の部隊配置を優先して検討していると述べ、第7艦隊の負担を減らすことが最優先課題であることを示唆していて、インド洋から太平洋までを管轄とする艦隊を新設して、現在欠番となっている第1艦隊を復活させる案が出ていることを明らかにした。米海軍の第1艦隊は、かつて太平洋艦隊に所属して西太平洋を担当していたが、1973年に第3艦隊が編成されると任務を引き継ぎ、それ以降は欠番となっていた。太平洋艦隊においては、第7艦隊が西太平洋からインド洋までを担当、第3艦隊が東
東太平洋を担当していたが、2016年からは第7艦隊の担当地域もサポートすることになっている。第3艦隊にはニミッツの第11空母打撃群、セオドア・ルーズベルトの第9空母打撃群、ジョン・C・ステニスの第3空母打撃群とカール・ビンソンが配備され、第7艦隊にはロナルド・レーガンの第5空母打撃群をローテーション配備中である。米海軍ではこれら空母の他に大西洋、地中海、中近東にドワイト・ D ・アイゼンハワー、エイブラハム・リンカーン、ジョージ・ワシントン、ハリー・ S ・トルーマン、ジョージ・ H ・ブッシュ、そして最新鋭のジェラルド・ R ・フォードを配備しているが、中東情勢もまた緊迫していることから、大西洋から第1艦隊に空母を差し向けることは難しいと思われ、とりあえずは第3艦隊の4空母のうちのいずれかが配備されると考えられる。ただ、中国海軍の動きによっては、太平洋方面への空母増派が必要になると予想され、その際には、中国への牽制の意味を込めて最新鋭のジェラルド・ R ・フォードを第1艦隊に配備する可能性が考えられる。最新鋭のジェラルド・ R ・フォード級空母は、空母の完成形態と称されるニミッツ級の改良版とされる位置づけで、船体の基本構造などには大きな違いはない。しかしながら、新たに開発された高強度強靭鋼の採用によって軽量化や将来的に発展させるためのスペースが確保され、全面的な省力化が図られているなど、運用コストも改善されている。なお、ニミッツ型との外見上の大きな違いは艦橋の位置で、かなり艦尾方向に位置が移されているのであるが、実は外見ではわからない大きな違いがある。それは航空機発艦時に機体を射出するカタパルトで、これまでは蒸気式であったものが、このジェラルド・ R ・フォードからは電磁式カタパルトが採用されたのである。電磁式カタパルトとは、米海軍と英海軍の共同開発によるもので、原理はリニアモーターカーと同じで、蒸気式カタパルトと比較した時の利点は、射出する航空機により最適な加速度を提供できることや、効率が良く寿命が長いこと、蒸気配管が必要ないため大きなスペースが必要ないという点である。ただし欠点として消費電力が大きいことが挙げられているが、この点は原子力空母であれば高出力の原子炉による発電力で賄えるので問題はない。しかし、もう一つの欠点である高コストについては改善が難しく、トランプ政権時代にはトランプ前大統領がコストが高すぎるので、これ以降の空母には採用しないと明言していたが、バイデン政権に変わってどうなるかを注目しているが、現在2番艦のジョン・ F ・ケネディが浸水して偽装なかながら蒸気式カタパルトに変更されたとの情報はないため、電磁式カタパルトを装備しているものと思われる。近々
新設、復活が発表になるだろう第一艦隊の空母打撃群には、どの空母が配備されるのであろうか。米空母の中では、太平洋艦隊所属のカール・ビンソンが F-35C を、艦載機として運用するために必要なフライトデッキ認証 FDC や、空母航空管制センター認証ジャトクの各種認証を2020年9月に取得していて、最初に F-35C を艦載機として運用する空母になりそうだという。このタイミングから、第一艦隊の空母打撃群には最新鋭ステルス戦闘機 F-35C を運用するカール・ビンソンが配備されるのではないかと予想する向きもある。中国を牽制する意味で最新鋭のステルス戦闘機を乗せた空母を南シナ海に展開させておくことはかなり大きいからである。また、米海軍は2021年以降、岩国基地に駐留している。ロナルド・レーガンの空母艦載機部隊である第5空母航空団に F-35C を配備することをすでに発表していて、FA-18 と交代させるとしている。このことから、カール・ビンソンに第5空母航空団を乗せる可能性や、あるいは、第7艦隊のロナルド・レーガンの認証を給与で F-35C を搭載する可能性なども考えられるのである。いずれにしても、F-35C を運用する空母が登場するのはアジア海域である。可能性が大きいと言えるだろう。